オーバースローは野球の投手の投法の一つである。オーバースローのフォーム。明確な定義はないが、一般にボールが投手の手を離れた時に、ボールを持つ手が水平面を上回る角度である場合、その投げ方をオーバースローと呼ぶ。日本語では上手投げと呼ぶ。オーバースローの中でも、やや腕が下がり気味のフォームを区別して、スリークォーターと呼ぶ場合がある。 現在のプロ野球では肩への負担が少ないことなどを理由に純粋なオーバースローでなく、ややスリークォーター気味に投げる投球フォームが主流である。オーバースローはほとんどの投手が当てはまるため、オーバースローの代表的な投手を挙げることは難しい。この投法では直球の速度が出やすい。また、腕の角度が上向きであるので、 フォークボールやカーブの打ち立ての回転が強いドロップと呼ばれた縦に変化する球種などが投げやすい。しかしシンカーなどは回転を与えがたく投げるのが難しい。なお、オーバースローを上手投げの意味で用いるのは和製用法であり、英語ではオーバーアーム、オーバーハンド、オーバーハンデッドピッチ、スローという。英語におけるオーバースローは冒頭を意味する用語である。 米国のバイオメカニクス研究者の定義では、オーバーハンドとは、時計の12時の位置からリリースされる投法である。とされているが、遠心力を効果的に使うためには、利き腕の振りが地面に対して90度を保つように、状態を利き腕と反対方向に大きく倒しながら、リリースすることが理想的であるとされている。なお、 前述のやや腕が下がり気味のフォームについては時計の1時から2時の位置からリリースされる投法はスリークォーターオーバーハンドであるとされている。MLB 市場においてはサンディ・コーファックスやフアン・マリシャル、ボブ・ギブソンなどがこうしたバイオメカニクスの定義のもとにおける理想的なオーバーハンドのフォームで投球を行っていた。ありがとうございます。